パスポート、中華民国旅券中華民国旅券は、中華民国が台湾地区に居住し、中華民国戸籍に登録されている、自国民及び海外家境に対して発給する旅券である。中華民国は台湾として認知されてきたことから、中華民国旅券は台湾の旅券という認識が一般化している。1982年に発給された中華。 民国旅券中華民国は中国大陸の全域を統治する政体として1912年1月1日に建国された国家である。1945年10月15日、中華民国は連合国軍最高司令官総司令部が発した一般命令第1号に基づき台湾に進駐し、同年10月25日の台湾降伏式典によって台湾を 自国領に編入した。1949年の国境内戦を経て、中華民国の実行統治領域は台湾地区のみとなり、中国大陸は中華民国に代わり、10月1日に中華人民共和国が統治するようになった。中華民国憲法は中華人民共和国の存在を認めていないため、憲法上は中華民国こそが中国を代表する唯一の正当な政府となる。 中華民国の統治領域は中華民国憲法像、おさむ条文において自由地区と称され、それ以外の地域は大陸地区と称される。中華民国憲法は中華民国政府に対し国内の特定地域のためにそれ以外の地域に効力が及ばない法律を制定することを認めている。台湾地区に居住し中華民国戸籍に登録されている。 中華民国の国民は中華民国旅券を取得する適格性を有する。とは言うものの中華民国旅券がその所持人を中華民国の国民であると示していたとしてもそれをもって同人が中華民国の戸籍を有する公民であると結論づけることはできない。中華民国国籍法によれば国籍と戸籍には関わりがないからである。さらには 中華民国旅券の所持人が必ずしも台湾地区の永住権を保有しているわけでもない。台湾の公民に加えて一部の海外華協も中華民国旅券を取得する適格性を有する。その対象者は中華民国旅券を所持する両親のもとに海外で生まれたもの中国大陸及び香港並びにマカオで生まれ海外居住権を有するもの 1997年以前の香港及び1999年以前のマカオで旅券を取得した過人居住者2002年以前に過人であるという事実のみに基づいて旅券を取得したものを含める中国大陸及び香港マカオの過人居住者は憲法上は中華民国の国民であるため彼らもまた特別な状況下では中華民国旅券を取得し得る 中華民国憲法が及ばない外国にて、現地の永住権を保有するものであり、かつ中華人民共和国の旅券を保有しないものに交付される。その特別な状況とは、2002年の旅券条例施行最速第18条の規定によれば、政治、経済、社会、教育、科学技術、文化、体育、家教事務、宗教及び人道上の特別な事情を、 公領と定められている。返還前の香港とマカオに居住していた家人は、海外華教として扱われたことから、中華民国憲法の及ばない外国にて政権を確立させるという要件を満たす必要もなく、中華民国旅券を取得する適格性を有した。中華民国国籍法の定めるところによれば、2002年に修正された旅券条例施行最速の発布以前は、 華僑身分証明書を取得した家人であれば、台湾地区の居住歴及び、同地区への来訪歴の遺憾を問わず、中華民国国籍を取得し、中華民国旅券の交付を受ける要件を備えていた。2002年の修正以降は、旅券条例施行最速第13条に基づいて、華僑身分証明書はそれ単体では、中華民国国籍を証明する文書としては認められなくなった。なお、 家境身分証明条例第3条の定めにより、中華人民共和国旅券の所持人は、家境身分証明書を取得する、適格性を有さない。中華民国旅券は、台湾地区で居住権を持つ者に対して、自動的に交付されるものではない。台湾地区で中華民国戸籍に登録され、中華民国旅券を持つ者のみが、台湾内での出入り境管理から除外される。 それ以外の中華民国旅券の所持人は台湾への到着時に上陸詐称を発給されるかまたは入居を拒否される。台湾地区で中華民国戸籍に登録されている公民にのみ発給される中華民国国民身分証は投票などの公民権を行使する際に用いられる。海外家境の旅券は台湾地区で中華民国戸籍に登録されている公民の旅券とは 異なり、もっぱら各国の中華民国大使館、領事館、台北経済文化代表所など、中華民国の在外機構のみが発給し、台湾地区にて発給されることはない。海外華僑の旅券には、華僑であることを示す特別な印が付される。ただし、兵役についているものは除外される。中華民国戸籍を有する旅券の所持人には、 中華民国国民身分証の統一番号を持つ者も,も含まれる。英国旅券を持つ者が必ずしも英国の居住権を保有しているわけではないことに似ている。中華民国旅券の有効期限は通常10年間であるが14歳以下の者は5年間であり、徴兵制度で中華民国国軍未収益の男性に対しては5年間に制限されている。 現在中華民国政府は、大陸籍と台湾籍の二重籍を認めておらず、中華人民共和国旅券を取得した場合、台湾地区、大陸地区人民関係条例により、中華民国旅券は無効となり、台湾籍を喪失する。ただしこの場合も、国内法上中華民国の国民としては扱われる。1946年に発給された中華民国旅券普通旅券の表紙は、 新緑色で白押しがなされている。中華民国の国称と中華民国及び旅券を示す語が中国語と英語で表紙に印刷されている。1971年10月25日のアルバニア決議を機に中華民国は国際社会から中国ではなく台湾として認知されてきた。そのため台湾人旅行者は 中華民国旅券を見た外国の入国審査官から中華人民共和国の国民であると誤解され困難を経験する場合があった。2008年から2020年まで中華民国が発給していたバイオメトリックパスポートの表紙2003年9月中華民国総統、人水編の指示により一般大衆の指示を得て中華民国とだけ書かれた旅券は中華 人民共和国の旅券と混同され不便なため、中華民国旅券の表紙に、台湾の語が英文に適載されることとなった。超都市用行政委員長は、中華民国立法院での質問に対し、本件は海外への渡航を平易にするものであり、国語を変更するものではないと述べている。2008年11月25日、中華民国外交部は、同年12月29日より、 バイオメトリックパスポートの発給を開始すると発表した。表紙の台湾英文記載は維持される。なお、新型コロナウイルスが台湾で流行した2020年には、リパブリック・オブ・チャイナの語を削除すべきとの議論が提起された。その理由として、チャイナという単語があることから、台湾人は欧米などで勘違いされることが多く、特に最近は、 新型コロナの発生地から来た人として差別されることもあるためとしている。この提案について野党の時代力量と与党民主進歩党は賛成しているが、最大野党の中国国民党が消極的な姿勢を示しているほか、チャイナという単語を削除することによって中国政府が台湾独立に向けた具体的な動きとして反発することが予想されるため、 当時は結論は出ていなかった。しかし、立法院は7月22日にパスポートの台湾認知度向上を政府に求める議決を可決した。行政院は9月2日に発表した、審判旅券の表紙デザインは、現行デザインの要素とレイアウトは維持しつつ、下部の台湾の文字がより大きく表記された。一方で、上部の中華民国の下に印字されていた。 リパブリック・オブ・チャイナの文字は、国章を囲むように感情に小さくあしらう形に変更された。発給開始は2021年1月を予定している。中華民国外交部部長の要請文、中華民国旅券の表紙をめくると、最初のページには、以下の要請文が印刷されている。中華民国外交部部長は本旅券の所持人である、中華民国の国民を自由に通行させ、 かつ、同入に必要な保護扶助を与えられるよう、各国の関係機関に対しここに要請する。中華民国旅券は中国語と英語で記述される。1990年代の半ばまで、中華民国旅券には小席欄が掲載されており、本人の石岸の章と県が記載されていたが、台湾本土化運動の高まりを受けて本欄は削除された。しかしながら、 出生地欄は今なお掲載されており、大陸地区、または台湾地区のどちらで出生したとしても、その出生地の省と県が記載される。中華民国旅券は ISO3166 から1にて定められた3桁の国名コードのうち、台湾を示す TWN で発給国を示している。なお、中華人民共和国旅券、香港特別行政区旅券、 マカオ特別行政区旅券にはすべて中国を示す CHN が記載される。中華民国が国交を維持している国々は2019年10月現在15カ国のみであるが今もなお中華民国旅券は世界中の国々から有効な外交文書として取り扱われている。なお旅券面への直接の応援を避けている国々もある。それらの国々では 中華民国旅券にステープラーで止めた別紙に詐称を発給し入国と出国の記録はその別紙の詐称に応印される。また、マレーシア政府は中華人民共和国旅券にマレーシア詐称を直接発給し応印すると定めたことにより中華民国旅券に対しては2009年3月から別紙詐称の発給方式を採用した。海外華僑の旅券は台湾地区で 中華民国戸籍に登録されている公民の旅券とは異なり、中華民国国民身分証の統一番号を持たない一部国家への査証免除での渡航ができない。ジョージアは台湾人の入国を一切認めておらず、トランジットで立ち寄ることも禁止している。台湾問題のため中華人民共和国及び中華民国は他方が発給した旅券を互いに承認しておらず、 また、大陸地区と台湾地区との往来を、正規の海外渡航ともみなしていない。台湾人が大陸地区を来往するには、中華民国旅券の他に、台湾居民来往大陸通行証または中華人民共和国旅行証という渡航文書も取得しなければならない。台湾居民来往大陸通行証の交付を申請する際には有効な中華民国旅券と、 中華民国国民身分証が必要となる。中華人民共和国旅行証の交付を申請する際には有効な中華民国旅券が必要となる。また、大陸地区への入居時には、来往者の身分を証明するために審査官から、台湾居民来往大陸通行証の提出を求められる。香港特別行政区政府は、香港に入居する台湾人に対して、中華民国旅券、 または、台湾居民来王大陸通行証のどちらでも有効としている。中華民国旅券の場合は、旅券とは別に詐称が必要となり応印されるが、旅券には応印されない。台湾居民来王大陸通行証の場合は、従前は有効な入居許可が正式に必要とされた。しかし2009年4月27日より、香港特別行政区政府省務及び、経済発展局は、 台湾居民来往大陸通行省の所持人に対して30日間を上限とした左称免状入居を認可することとなり入居許可は必要とされなくなった。また、応印は台湾居民来往大陸通行省に直接なされる。マカオの場合、マカオの統治がポルトガルから中華人民共和国へと移行してもなお、マカオ当局は中華民国旅券を有効な旅行文書であると、 取り扱ってきたが、入居審査官は、中華民国旅券に直接応印するわけではなかった。その代わり、マカオ当局は、出入り境カードに入居を応印し、デッサ時には、出入り境カードにデッサを応印して、出入り境カードを回収する。マカオ当局は、中華民国旅券の所持人に対して、マカオへの30日間の詐称免除による滞在を許可している。 中国大陸地区及び香港の各入管当局は中華民国旅券を認めず台湾人の入居にあたって台湾居民来往大陸通交証の提示を求めている。なお、出入国手続きではないがニューヨークにある国際連合本部ビルでは一つの中国の原則から入管人の身分証明書として中華民国旅券を使用することができずその代わりとして従前は 台湾居民来往大陸通行証を使用することができた。しかし、2018年10月より、台湾居民来往大陸通行証を使用することもできなくなり、中華人民共和国旅行証を使用しなければならなくなった。欧州連合の支援原権は、2010年の初期から中期にかけて、台湾人の詐称要件を撤回するであろうとされていた。 2010年11月22日より、カナダへの詐称免除での渡航が認められた。2011年1月11日より、宣言圏各国への詐称免除での渡航が認められるようになった。中華民国旅券におけるアメリカ合衆国の B-1 詐称及び B-2 詐称の発給拒否率は2006年時点では3.1%だったが、 2007年時点では4.6%まで悪化している。どちらの数値もビザ免除プログラムが要求する10%よりも低い。しかし、米国の B-1 及び B-2 詐称の発給拒否率の低さ。ビザ免除プログラムへ参加を希望する国は、アメリカ合衆国国務省が別途合所要件を満たしていなければならない。すなわち、ビザ免除プログラムに参加するためには、 希望国は、その後、2012年11月1日より、ビザ免除プログラムの対象に、中華民国旅券所持者を加えると発表した。ありがとうございます。